現在 SCP-575 実体を収容している初期回収地点。アイテム番号 SCP-575。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコルすべての SCP-575 実体は直ちに隔離され、プロトコル AL-9077、高度投稿法及び緊急収容戦略に関する手引きを参照のこと、によって収容した上で、安全が確保された収容サイトまで移送されなければなりません。SCP-575 実体が安全に収容可能な大きさを超えている場合、プロトコル AL-9077-B に従って分割し、SCP-575 をより小さな実体へと分離させます。収容ユニットは2つの機密室によって構成することとし、それぞれの部屋はエアロックによって密封します。外側の部屋である収容室 A は少なくとも2台のバックアップ用発電機を準備した状態で、常時照明を点灯し続けます。照明器具は毎週点検を実施することとし、収容室 A で停電が発生した場合は直ちに閉鎖を行い、照明が完全に回復するまでそれを継続します。内側の収容ユニットである収容室 B は外装と内装のいずれも純粋なカルシウムの層でコーティングします。収容室 B に入る職員は LED が埋め込まれた衣服を着用し、緊急時に備えて携帯用投光器を装備します。SCP-575 との接触はサンプルの採取及び観察のみに留めてください。SCP-575 から得られたサンプルはすべて実体そのものと同様の方法で取り扱うこととし、すべての実験用エリアはカルシウムのコーティングを施した上、ここで外接しているものと同様の緊急用照明手段を備えなければなりません。SCP-575 に起因する民間人の死はすべて、野生動物による攻撃もしくはすでに死亡していた対象への不肉食動物による捕食行動の結果であるとして扱います。より詳細な調査が入った場合は、攻撃は連続殺人犯もしくは悪魔的カルト信者によるものとし、さらなる情報は、調査中のため、として遮断することとします。説明 SCP-575 は未知の形態を取る物質であると考えられており、黒く不定形の形状及び構造を有しています。SCP-575 は光に照らされた時直ちに消散するため、観察は困難なものとなっています。1。現在までの試験では、SCP-575 が有機体であるか非有機体であるか判別することはできていません。観察可能な神経系もしくは有機組織を変えているにもかかわらず、SCP-575 は能動的な意思を有しているように見える行動をとります。SCP-575 ははじめ完全な暗闇として出現します。これがどのようにして起こっているのかは不明ですが、試験により SCP-575 内の不定な質量が時間の経過に伴って、データ抹消に変化することがわかっています。SCP-575 は、浮遊することができ、その密度を変化させ、非常に小さな開口部も、通過することが可能です。SCP-575 は非常に暗い隔離された場所を好んでおり、最初の出現後はそこに住み着いて、データ抹消のための必要規模に達するまでそこに留まります。SCP-575 は生体物質を吸収することで成長します。SCP-575 は自身の一部を凝固させることで生物を攻撃し、こうした手足を使って獲物を殴打し、切断し、破砕します。SCP-575 がどのように獲物を選択し追跡しているのかは現在のところわかっていません。獲物が無力化されると、SCP-575 は主要部分の内部で生体組織を強引に引き裂いたり砕いたりして獲物を吸収します。しかし SCP-575 はカルシウムを豊富に含む対象には干渉することができず、SCP-575 の巣は大量の骨、歯、あるいは石灰化した塵などによって識別することが可能です。SCP-575 は完全な暗闇が存在するあらゆる地点に出現可能です。これは一種の自然発生であると思われ、データ抹消後のような暗闇は出現に適しています。SCP-575 ははじめ、死とその家族の家の地下から回収されました。最初の接触が行われた際、SCP-575 はすでに一家全員を消化し、さらに隣家の際になるを一部消費していました。
この最初の接触以来、タイの SCP-575 実体が回収されており、その多くは住宅で、もしくは工場や学校などの大型建造物で発見されています。この傾向の理由はわかっていませんが、人間の建物は単純にその性質上、巣に適したエリアとなっているのではないか。あるいは SCP-575 が何らかの理由で近くに人間の存在を、必要、とする性質を持っているのではないかと考えられています。これらの仮説は現在も検証が行われています。